交通安全週間のある日、母から2枚のプリントを渡されました。そのプリントには交通事故についての注意などが書いてあり、その中には実際にあった話が書いてありました。それは交通事故で、加害者の立場で亡くなられた方の家族の話でした。残されたのはお母さんと子供たち、上の子が小学2年生、下の子が5歳の男の子の兄弟です。この方たちは、事故の保証などで家もなくなり、土地もなくなり、住む家もやっとのことで、4畳半の狭いところに住めるようになりました。お母さんは、朝6時30分から夜の23時まで働く毎日です。そんな日が続くある日、3人で、お父さんのいる天国に行くことを考えてしまっていました。以下、プリントから引用します。朝、出かける前にお兄ちゃんへ置き手紙をした。お兄ちゃん、お鍋にお豆が浸してあります。それを煮て、今晩のおかずにしなさい。お豆が柔らかくなったら、お醤油を少し入れなさい。その日も一日働き、私は本当に心身ともに疲れ切ってしまった。みんなでお父さんのところに行こう。私はこっそりと睡眠薬を買ってきた。二人の息子は、粗末な布団で、丸く転がって眠っていた。壁の子供たちの絵に少し目をやりながら、枕元に近づいた。そこにはお兄ちゃんからの手紙があった。お母さん、僕はお母さんの手紙にあったように、お豆を見ました。お豆が柔らかくなった時、お醤油を入れました。でも、ケンちゃんにそれを出したら。お兄ちゃん、お豆、しょっぱくて食べられないよ。と言って、冷たいご飯に、お水をかけて、それを食べただけで寝ちゃった。お母さん、本当にごめんなさい。でもお母さん、僕を信じてください。僕の見たお豆を一粒食べてみてください。明日の朝、僕にもう一度、お豆の見方を教えてください。出かける前に、僕を起こしてください。僕、先に寝ます。明日、必ず起こしてね。お母さん、おやすみなさい。目からどっと、涙が溢れた。お兄ちゃんはあんなに小さいのに、こんなに一生懸命、生きていてくれたんだ。私は睡眠薬を捨て、子供たちの枕元に座りました。そしてお兄ちゃんの煮てくれたしょっぱい豆を、涙と共に一粒一粒、大事に食べました。このお話を読み終えた時、私と母の目から、涙が出てきました。そうして何度も何度も、繰り返し読みました。私は今まで、交通事故は被害者だけが悲しい思いをしていると思っていましたが、このお話を読んで、加害者も私たち以上に、悲しく切ない思いをしていることがわかりました。毎日毎日、日本のどこかで、こういう子供たちが生まれているのかと思うと、とてもたまりません。どうかお願いです。車を運転する皆さん、交通事故など絶対に起こさないでください。